はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。ナノブロックプラスハリマロンのツリーハウスです。はい、とりあえずですね、いきなりですけども、早速作っていきたいと思います。はい、ということで完成しました。こちらがハリマロンのツリーハウスですね。うん、ナノブロックプラスっていうのをまずですね、紹介しないといけないんですけれども、ナノブロックプラスっていうのは普通のナノブロックより大きくて、ダイヤブロックより小さい、そう、サイズのブロックですね。レゴと同じぐらいかな。そう、レゴと同じぐらいかなと思ったんだけど、くっつくのかな。うん、レゴよりもね、ちょっとちっちゃい、ちょっとちっちゃい。そうでね、やっぱりね、ちっちゃいから作るのがね、結構大変でしたね。作るのにね、45分ぐらいかかったかな、パパでね。結構かかったよ。で、手がね、やっぱ痛くなる。ちなみにこれはですね、対象年齢が5歳以上なので、エイシン君でも作れるんだよ。だから子どもの手だとちょうどいいのかもしれない、逆にね。はい、はい、そしてこちらがハリマロンですね。正直ね、ポケモン知らないんだけど、このハリマロンってキャラクター可愛いね。かわいい、ね、ピカチュウも結構かわいい、ね、あ、そうだね、ピカチュウとこのハリマロンぐらいしか実は知らないね。マックでもう出てる。そうそう、マックのね、ハッピーセットでこのハリマロンのやつ前もらってたからさ、それで今回これ買ってみたんだけど、なかなかかわいいよね。かわいい、それでこの台は、ここ周りがくるくる回るようになっております。こんな感じで、あれ、なんでハリマロンなんだ。ハリマロンは回らないんだよ、この周りだけが回らない。面白いよね。それでナノブロックの組み立て説明書っていうのはすごく分かりにくいんですが、このナノブロックプラスはですね、レゴっぽいんですよ、説明書が。え、一つずつほらレゴっぽくこういう風にね、なってるの。そうだから、あの組み立ては分かりやすかった、あの普通のナノブロックに比べてね。だけどね、やっぱりね、パパはこう、ナノブロックでしょ、ナノブロックプラスでしょ、一応ダイヤブロックもちろんあるよね、あとレゴでしょ、あとレゴデュプロと5つのブロックがうちにあるんですけども、やっぱりね、今回このナノブロックプラス試してみて思ったのは、やっぱりレゴってすごいなと思いましたね。レゴってね、やっぱりね、ちょうどいいサイズなんです。まあ、ちょっとこれ手持ちの今近くにあるやつなんですけど、ちょうどいいサイズだから、もうね、どん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 はめていけるし、で取り外しもすぐできるし、これはね、やっぱりね、ブロックに関してはやっぱレゴがパパ的にはね、一番好きかなっていう感じですね。エイシン君もレゴだったら作れるしね、ナノブロックはちょっと作れないとしても、このナノブロックプラスは作れるかもね。ちなみに今回作ったのはこのタイプなんですけども、こちらのタイプにでもですね、作り変えることはできます。あの先ほどの説明書の後半がこちら側になってますね。まあ、もう一個のね、パターンがあるからさ、今度一回バラバラにしてエイシン君一緒に作ってみようかね、今度ね。はい、ということで今回はナノブロックプラスのハリマロンのツリーハウスでした。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね、高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね、動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。